モキ VS 井上尚弥。井上バンタムでやったら絶対井上が勝つ。はいはいはい。ただスーパーバンタムはまだ未知の世界なんで、ただやってることがどっちの方がすごいのかって言ったら圧倒的に井上の方がすごいんで、はいはい、だから井上ってなりますけど、ともきってスピードも速いのも速いんで対応はできると思うんですけど、ただ井上の爆発力でバチンと来られた時に対応できんのかって言ったら、僕は本当にもう瞬間な立場で井上の方が強いと思います。